この動画には記載の通りの要素が含まれます。苦手な方は動画の再生をお控えください。近鉄名古屋です。ここから金山まで中央線で行こうかな。と思っています。JR 東海も在来線乗ったことないしね。乗り換え改札で切符を買っていきます。うわぁ、見慣れた名古屋なぁ。11時24分発の快速、中津川行きに乗ろうかな。315なぁ。鈴鹿川の行き先表示、綺麗に映りますね。車内 LCD は通過駅だけ、灰色な感じかな。シートは何とも言えない硬さです。走行音と放送をどうぞ。金山までノーカットです。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。快速中津川行きです。8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは1号車にございます。お客様にお願いいたします。車両には優先席がございます。お年寄りやお体の不自由な方、ヘルプマークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様、席をお譲りいただきますようご協力やお思いやりのお声をお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。この列車は快速列車の中津川駅です。金山、車井、筑田、大曽根、勝川、春日井、高蔵寺、多治見の順に停車し、多治見からは終点の中津川まで各駅に停まります。車内は禁煙です。列車は前から8号車、7号車の順で1号車が1号車で、お手洗い1番後ろの車両1号車にあります。受付にお願いいたします。橋間際の格好乗車は大変危険ですのでおやめください。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、前にお客様のご迷惑があるようにお願いいたします。担当いたします乗務員は運転士田中、車掌は鈴鹿、ご案内いたします。金山です。出口は右側です。ドアから電話を出してお待ちください。名鉄の各線と地下鉄の名城線、名鉄線はお乗り換えです。We will soon arrive at 金山 station. The doors on the right side will open. Thank you.
金山駅まで3分ほど、有意義に過ごせました。315系、いいっすねー。名鉄がラレアーター岡垣、奈良ら途中並走していたやつですね。名鉄と東海道線絡みは名古屋近、山間に一つ駅ありますからね。金山から名鉄に向かいます。こちら飯名線橋梁で見合わせててくさ。特別通行、11時37分発の所定豊橋行きの途中、国通行きです。今回は短いですがここまで。次回は JR との共用駅に行きます。え、豊橋まで行けないやろって。誰が豊橋に行くなんて言いました。チャンネル登録もお願いします。